スティーブなんて知らないよ。聞いたこともないけど。え？本当に？こっちが聞きたいっての。意味が分かんないんで説明してくれませんかね。俺だって分かんねえよ。君の彼氏からいきなり電話かかってきて。はあ？何それ、私の彼氏ってどういうこと？いや、確かにキャサリンと付き合ってるって言ってたんだけど。ふーん。っていうかさ、完全に人違いなんですけど。え？けど私のことじゃないから。じゃあ誰だよ。知らんつも。あなたの知り合いのキャサリンさんのことじゃないの？え？ん？まさか。いや、なわけ。もしかして本当にいるの？待てよ。俺の知ってるキャサリンは浮気するようなやつじゃないだろう。それにこの子の言ってることだって 100% 信用できるとは限らないし、もしかしたら君に隠れたファンがいるのかもしれない。は？何それ。今まで君を好きになった男たちがきっといるだろう。そのうちの誰かが未練持ってんのかも。ほら、君ってすごく可愛いから。え？何言ってんだ俺は。とにかくスティーブってのも偽名かもしんねえし、世の中変なやつがいっぱいいっからさ。やだ、怖いんだけど。あ、ごめん、この話もうやめよう。もうそっちがしてきたくせに。まさか。それよりさ、この後なんだけど。まさかあいつが浮気とか考えられない、つうかありえない。だけど絶対にないなんて言い切れんのか。いや、ないよな。ねえ、話聞いてる？あ、ごめん、よく聞こえなかったんだけど。なんかあなたといるとムカつくんだよね。え？あ、ごめん。別にいいけど。それじゃあまた後でね。ああ、いや、また今夜ちょっとダメなんだ。ダメ、もう行くって決めてんだから。ごめん、本当に今夜はダメなんだ。その今日お腹下っててさ。ふん、そっか。まあ元気ないんだったら仕方ないけどさ。じゃあお大事に。彼女の方が浮気してるかもだって。ありえないだろう、キャサリンに限って。いや、今はそうかもしんないけど、いろいろあったって不思議じゃないだろう。毎日外で働いてんだし、周りの男もほっとかない。第一、こんな浮気野郎と一緒だったんだろうな。ずっと浮気してたみたいに言うなよ。長さの問題じゃないでしょう。たく、ほんと男って勝手よね。つうかその子、さっきまでいたんなら教えろよ。見逃しまって。遊びに呼んだわけじゃねえよ。ああ、俺もなんだかな。なんでこうなんだよ。なんか面倒っすね。まあそこまでへこむなって。彼女って決まったわけじゃないだろ。どうすんだよこれから。どうもこうも確かめるしかないけどさ。なんていうかショックだよ。何がショックよ。もしそうでもお互い様でしょ。ほんと勝手だよね。まったくだ、おっしゃる通り。分かってんだ、俺自身も同じことしてるってことなんだよな。あいつがもし嘘とかついてるとしたらたまんねえよ。それを俺は。わあ。おい、ヴィンセント。たく、ほんとダメ。ああ、もう見てらんねえよ。こっちまでおかしくなりそうだ。で、あいつ別れたんだって？噂、マジヤバいって話なんすよね。顔のやつれ方とか半端なかったし、このままじゃマジ死んじまうんじゃないかって。そしたら今朝のニュースですよ。マジかよ、勘弁しろよ。
つか会社で聞いた話なんだけどさ。まったく、どうにもうるさくなってきたな最近。あれただの噂じゃないかも。ほら落ちる夢を見た時、そこですぐ目が覚めないと死んじゃうってやつ。お客さんでもさ最近多いんだよね、おかしな夢の話してる人。やめろってくだらねえ、死んだら喋れねえだろ。どんな夢見てたかなんてわかるわけねえ。夢が何だってんだよ、んなもんクソくらいさ。だろヴィンセント、この人死んでんじゃないっすか。先輩すぐ起きないと死んじゃいますよ。大丈夫なのかよこいつ。まだ死んでねえよ。便所行ってくる。何してるんだ。見ての通り動画撮ってるっす。朝のテレビ見てないんすか。リンちゃん記憶喪失の美少女ピアニストってすんげー話題になってるんす。しかも演奏してる動画をメールで送るとその人の願いが叶うって噂で。なんだそれ。あら私は本当の自分に出会えるって聞いたけど。マジかよ。俺が聞いたのは恋人との関係が改善するって話だったぜ。いい加減な噂だな。何でもいいじゃないですか、幸福のピアノってことで。じゃあ落ち込みまくってるヴィンセントさんにも送ってあげるっす。ゆうかあれめよ。おい俺たちにも送んなよ。いいじゃないですか、送れば送った分だけ効果が増すって言われてるんすから。それも迷惑メールだろ。どうすかその角度のリンちゃん、俺的にすっげーイケてると思うんすよね。ん？ああ、プロ顔負けに上達したな。聞いてるだけで元気になるぜ。なんかコツでも掴んだのか。ヴィンセントさんのおかげです。いや俺は何もしてねえって。なあリン、今朝のことなんだ。リンちゃん引くとこ動画撮らせてよ。はいいいですよ。あ俺あの曲弾いてほしいな、彼女が好きな曲でさ。なんて曲ですか。リン、大人気でしょ。今日は店が開いてからずっとこんな感じで大忙しなの。へえ。あらやだ嫉妬？リンを取られた気分？そんなんじゃねえって。ほらヒナが巣立つ親鳥の気持ちっての。だいたい今の俺はそれどころじゃ。はいはい、もう本当男って勝手ね。一応言っておくけど本気になるんじゃないわよ。心配なのよね、あの子って天然っていうか、そういうことを何も知らないみたいだし。それにあんたのこと。なんだよ。ううん、なんでもない。ゆうかあれめよ。ともかくキャサリンは絶対浮気なんてしないだろう。お前が信じなくてどうすんだよ。分かってんだけどさ。そもそも自分のこと棚上げしすぎだろう。でもさ。なら別れれば。え？お前は浮気してる一方で彼女の潔白は信じられないなら他にね。静かに切れんのやめろよジョニー。別に悪い、ちょっと疲れてんだ、はあ、なんか疲れるな。ゆうかあれめよ。こっちだって浮気のこと隠してるんだ。疑う資格なんてないよな。もらうと幸せになれるメールか。エリカとか昔からそういう噂よだれてるほど好きだったよな。特に恋愛関係な成功率はあれだったけど、ほらあいつ
恋愛に傷ついて失踪してたことあったじゃん。なんすかその話。懐かしいな。エリカ死亡説まで流れたのにひょっこり戻ってきたよな。エリカさんにそんなことがあったなんて知らなかったっす。でも辛い過去は全部俺が埋めてみせますから。でも辛い過去は全部俺が埋めてみせますから。ちょ、俺は真剣なんすから。バカにしないでくださいよ。頼むよヴィンセント、今だけは自由な時間だぜ。すいません、トイレ行ってくっす。あ、トビーって一人前に働けてんのか。ああ、バイクのカスタムぐらいならあいつ一人に任せてるよ。つーか、バイクよりまずは女にまたがらせねえとダメだろ。真面目な話、誰かいい子がいたら紹介してやりたいんだけどな。エリカ以外で。トビーにやめえな。たまには俺たちも甘やかせよ。バーカ。幸福のピアノか。この最悪な気分を吹き飛ばしてほしいぜ。ついに俺、昨日母さんにエリカさんの話したんすよ。え？なんて？え？いい人見つけたって。ああ。そうなんだ。まあほどほどにな。うっす。エリカさん。どうか。あの子からか。ヴィンセント？あ、どうかした？別にどうもしないけど、昼間の話さ、私を狙ってるやつがいるかもとか、やっぱちょっと怖いじゃん。いや大丈夫だって。そうかもってだけだし。あのさヴィンセント、キャサリンって誰？え？突然どうしたの？自分の名前でしょそれって。昼間の話なんか変じゃなかった？確かに変だったかもだけど。キャサリンって誰よ？いや知らないよ。いやだってキャサリンは君でしょ。そういうことにしとこっかな。だってさ、もし嘘をつかれてたら私どうするかわからないし。え？じゃあね、おやすみヴィンセント、好きよ。なんだ？突然ですが、グラスの空いたあなたにカクテルの豆知識を一つ。食前酒によく飲まれるワインを使ったカクテルキール、白ワインにカシスリキュールを加えたもので、とても飲みやすいカクテルです。この白ワインをシャンパンに変えるとキールロワイヤルで王様に。シャンパンにキイチゴリキュールを入れるとキールインペリアルで皇帝になるんですって。食事が運ばれるまでの待ち時間にさりげなく披露してみてはいかがでしょう。以上、今夜のカクテル豆知識でした。もうからか。おい、注文いいか。ゆっくりしてってくださいね。ラムコークな。日本酒頼む。俺、ビールっす。ビール。バッチリ覚えました。どうぞ。
嘘だろ。本部長が死んだとか。やべえよ、俺だって似た夢見て。ありえねえ。夢？本部長。こんばんは。リンゼイに用かしら？マーサに用かしら？ねえ、あなたって自分を犬だと思うわよね。自分を猫だと思うわよね。こっちから。あなた、アリを知っていて。アリ？昆虫の？魔女の使いなんですって。衰弱死した男の口から出てくるんですって。え、そんなんホラ話だろ。ミスタートッドは死んでしまったわ。え？解放の時まであと3日ね。ミスターモーガンとミスタートッドは仲が悪いのね。だけどミスターモーガンの自殺を止めたのはミスタートッドなのね。ミスターモーガンを殴りつけて逮捕されたわね。逮捕されて降格処分になったけれど、二人ともそれを知らないのね。ミスターダニエルが処分を取り消させたことを二人とも知らないのね。You got a mail。すっかり人気者だな。ちゃんと演奏を聴いてもらえるのって嬉しいですね。そういえば昨日ここで寝ちゃったお客さんにもお礼を言われたんです。昨日のお客さんってもしかしてリンに絡んできたやつか。はい、何度も謝りながら言ってました。あれから家でよく考えてみたら、奥さんにガミガミ言われるのも尻に敷かれるのも嫌いじゃないかもって。迷惑かけて悪かった。ヴィンセントさんにも謝っておいてほしいって。へえ、なんでまた急にそんな気分になったんだ。ピアノの曲を思い出してるうちにそんな気分になったって言ってましたけど。幸せを呼ぶピアノの噂、案外間違いじゃないのかも。昨日はどのくらい眠ったの？3時間。ねえ、体壊してしまうわ。このところ休みも全然取ってないでしょ。あ、そういえばまだご紹介してませんでしたか。こちらダニエルさんとアンナさん。あ、ごめんなさいね、この人ちょっと疲れているみたいで。大丈夫か。あまり眠れていないんですって。仕事より体の方が大事だと思うのだけど。ああそうだよな。別に仕事が忙しいわけじゃない。やかましいこと言わないでくれ。じゃあ結婚式の準備に追われてるのね。忙しそうだこと。はあ、結婚すんの？しないわ。ん？女性というのは異性を選ぶお眼鏡にかけては男の日じゃないらしいですよ。何でも匂いで嗅ぎ分けるとか。本当ですかね。実は私、匂い足すミドルを実践してたつもりがエリカさんに加齢臭と切り捨てられました。どうでもいいよ。まあとにかくハンターは女性の方らしいっちゅう話ですわ。カンガルーのメスは相方と別のオスを戦わせては取り替える旅を1ヶ月も続けて夫を選ぶとか。夫のあまりの悲哀っぷりに昨日は自然番組で号泣ですよ。あなた何気にうかうかしてられないんじゃない？ You got a mail。 女性は少しでも上等な獲物を毎日探してるってわけです。はい、うかうかしてるとお隣の獲物に乗り換えられちゃうかもですよ。 You got a mail。
セリン。懐かしいな。飲んでるかい？よう待ってたぜ。お前さん、トッドを知ってたか？ここの客だったんだが。いや、ちょっと分かんないな。そうかい。今朝レイの衰弱死をしたよ。今朝衰弱死？口も女癖も悪いが面倒見が良くてね、立派な男だったよ。いつも死なれてから後悔する。できることがあったはずだと。お前さん、死後の世界って信じるかい？そうだな。死後の世界があるってことは終わりがないってことさ。俺は早く終わりにしたいね。今だってやることがあるから生きてるだけさ。やること？妻を撃った犯人を見つけてこの手で殺す。妻も死んで、そいつも死んで、俺も死ぬ。それで初めて全てがなくなるだろう。死ぬ気なのか？生きるのうまくねえのさ。悪いが帰るぜ。寝る前に引っ掛けに来ただけなんだ。You got a mail。 そういや、店のピアノの子すげえ話題らしいじゃねえか。聞くと願いが叶うピアノだっけ。犯人が見つかるよう俺も動画撮っておくかな。You got a mail。 じゃ言えないだろう。人目がない場所じゃないと開けねえな。次は仕留めるよ。今夜は時計塔が舞台だよ。そんなとこにいないで急ぎなよ。なんだ？なんか頭痛いんだよな。ラプンツェルのやりすぎか？知ってる？俺今1位なの。コツ掴んだらグイグイいけたぜ。先輩たちも好きっすね。まだトビーちゃんには面白さが分かんないんだっけ？ひでえっす。
慣れてくると不思議とやめられないんだよな。ジョニーは最後までやらないと気が済まないたちだからな。誰だってそうだろう。まあな、キャサリンと付き合うまでもすっげえ地道だったもんな。なあ、もういいってそういうの。もうこんな時間か。とにかく明日全てをはっきりさせねえと。なあヴィンセント、もう俺たち帰るからな。なあ、じゃあな。また今日も飲んでるんだ。そろそろおいでよ。最近僕もちょっと楽しみなんだからさ。今なんか、ジョニーもオーランドもあんたもさ、いつまでも女泣かせてんじゃないの。俺はともかく、まあオーランドもともかく、ジョニーのやつはないよ。嘘よ。だってお前と結婚する気ないって宣言して付き合ってるって言ってたじゃん。たくも、男って何様のつもりでああいうこと言えるわけ。お前の人生までは愛してないってことだもん。私だったらまた失踪しちゃう。エリカ失踪か、懐かしいな。勝手にいきなりいなくなったっけ。勝手にっていつまで言ってんの。知り合いのとこ転々としてただけだって。あんたたちがすっごい心配した顔してたのは覚えてる。当たり前だろ、死んだのかって本気で思ったんだから。若気の至りってのは許されるものよ、大人とは違ってね。またそうやって責めんのな。それにしてもあんたらもうちょっと女心を分かってもいいんじゃない。女の子はいつだって全部を奪ってほしいわけ。女の子に言われるなら説得力もあるけどな。そういうこと言ってるとここのツケ今すぐ払ってもらうから。あれ、帰るの。そういえばあんたメールはどうしたの。私はちゃんと友達にも送ったわよ。せっかく幸せになるチャンスじゃない。分かったって。心配なのよ、ヴィンセントだけじゃなくてみんなも最近変じゃない。大丈夫だよ、みんなそんなにヤワじゃねえって。もちろん俺もさ。じゃあまたな。でも油断してるとあんたの死への秒読みってことになるよ。さあ今夜も始めよう。ここからはさまざまな仕掛けで登山の総合力が試される。爆弾の石は乗ると着火して周りにダメージを与えるので注意しよう。どこだ、ここまだあんのかよ。君のおかげで助かった、ありがとう。
次も絶対登ってきてくださいね。こっちでも大人気だな。やっと自信の持てる演奏ができるようになったんです。自分のことをヴィンセントさんが受け入れてくれたおかげですね。そうなのか。記憶が戻るのは嬉しいんですけど、たまにちょっと怖いんです。怖いって？もし記憶が戻って知らない自分がいたらどうなるんだろうって。大丈夫だって。何がどうなってもリンはリンだろ。そう言ってくれるヴィンセントさんにいつも勇気をもらってます。どうなんだろう、国会室の質問って俺たちの命の価値を測るためなんだよな。ああ、そうらしいな。毎回妙なこと聞かれるけど。だったら本音で答えるよりお利口っぽい答えを選んだ方がいいよな。お前はどう答えてる？まあ、まともなやつに見えるようにしてる。だよな。建前的な方のロープ引きまくりで。あれ、もしみんないいやつっぽい方を選んでたら俺が埋もれない。埋もれるってことは価値なしって思われない。お前次から本音で選べよな。アンナ必死で登ってもアンナの顔がちらついて、たった一人の愛する人を傷つけて、僕はなんで生きているんだ。どうして生まれてきたんだろうな。まあ大丈夫か。真の自由、僕はそれにかけるしかないんだ。あんた無事だったんだな。ふふん、私が死ぬかと思ったかい。いや、そういうわけじゃ。君、友達が実はものすごい大金持ちだと分かったらどうする？話してもらえなかったって信用されてないみたいでちょっと悲しいな。あと、素直に羨ましいって言うかな。それから金を無心するか。え？友達だろ？さすがの俺でも多分しない。はじめはみんなそう言うんだ。でもね、徐々にメッキが剥がれてくる。私はいわゆる石油王なんだ。生まれつきの超大金持ちだよ。召使いだって本宅だけで1000人を超える。スカーフの彼のような料理人も100人はいる。マジ？金は人を惑わす。悲しいけどそれが真理だ。以前知り合ったばかりの男に金をたかられたことがあるけれど、彼は死んだよ。私から巻き上げた金で派手な車を買って、その強盗に狙われて殺されたんだ。分かったらもう生きたまえ。できれば君からは金をねだられたくない。トッド本部長死んだってマジかよ。まさかあの羊。違うよな。あのリーゼントのやつここにはいねえな。まさか昨日のとこで落ちたのか。どうなんすかね。こうして集まって話してりゃ乗り切れる気がしてたんだが、甘くねえな。ここは時計塔第6階層だ。本当にすごいな。ここまでずっと1階層を一晩で登り切るペースだ。現実世界であんなに苦しみ迷いっぱなしなのが嘘のようだね。いいから早く質問しろ。今夜はとっとと終わらせたいんだ。第8問です。何でもすぐ下ネタを連想してしまいますか。選んだのはそっちか。なるほどね。それにしても人間って面白いね。関係が深ければ深いほど相手に対し疑心暗鬼になる。ああもううるせえ、夢の中くらい何も考えさせないでくれ。いいや、あんたは考え続けなきゃいけない。ここでも現実でもね、何が嘘で
何が真実なのか、そして何を選ぶことになるのか。爆弾の石は2種類あり、爆発の範囲が異なる。石の発光の大きさで見分けよう。リンのピアノ、本当に癒されるな。でも、なんか急に上手くなってないか？多分なんですけど、昨日、ヴィンセントさんをギュッとした時、胸の奥があったかくなったんです。時の言葉、受け入れてもらえて本当に嬉しかった。その気持ちを音に乗せたら、思い描いたような演奏ができるようになったんです。これが愛の力ですね。リン、もしかしてあの好きって本気に？あ、いや、なんでもね。ヴィンセントさんがいなかったらきっと何もできないままだった。みんなも言ってましたよ、あの人のやる気に助けられてるって。ヴィンセントさんは自分にとっての救世主です。こっちこそ、リンがいてくれて助かったよ。特別な誰かのために演奏できるのってすっごく楽しいんです。きっと生きるってこういうことなんですね。ハンナ、悔しいが人の助けを請うことにしたよ。真の自由のためにね、アンナのために僕は登るぞ。人はなぜ恋をするのでしょう。え？恋は自分に足りない点を補うために発生するという有名な相補性理論で言えば、理想化された自己の真逆の性格を恋によってやすやすと手中にできる。つまり自己嫌悪の原因を恋によって解消しようとするのです。確かにアンナといる時の自分はマシだと思えるよ。何もない、何もできない僕ではない。だから恋をするのかもしれません。自分を受け入れ、生きていくために。そうなら、巷にあふれる恋というものは随分矮小だな。この夢って何なんでしょうね。浮気男がどうこうって言うじゃないですか。でも私、浮気なんてしたことないですよ。そっか、本当、何なんだろうな。あなた浮気をしてますか？ああ、してしまったね。一説では、男の7割近くは浮気するそうです。私の方がレアケースということですね。ちなみに、女性は4割ほど浮気するとか。これ、本当です。え？そうなのか？恋は過去を再現するためにある、という分析がありますよ。幼少時代の親との関係、過去体験してきた人間関係、それらをもう一度体験するために人は恋愛を求めるのだと。なるほどね。だから何だってんだ。あれ、すみません。ハンナ、やったー。なんだい、あいにく今の私は無一文さ。さっき言われたことを考えたんだ。金持ちだって知っちまった以上、それを抜きに付き合うのは無理だ。でもさ、こんな変な場所で出会ったんだ。今までと違う結末を信じてみねえか。無駄だよ。きっとそのうち君は私を金としか見られなくなる。さっき言ってたじゃねえか、今は無一文、あんたはただの羊なんだ。自分から遠ざけてちゃ誰もあんたに寄りつけないぜ。でもそうしなければ私は自分を守れなかったんだ。やったー！ハンナ、今日も出るんだろうな、あれが。あんたの場合何が出んだ？いろいろだな。赤ん坊みたいのとか、手とか。やっぱ人によって違うか。俺の場合、母さんが来るんだよ。俺を連れ戻しに、また閉じ込めるためにさ。あの日、
うまく逃げたのにな。今日までずっと逃げてきたのに。もうあんな生活嫌だ。技を頭に入れねえと。逃げないと。頑張れよ。よかった。無事だったんだな。何もよくねえよ。明日も明後日もその次の日も。俺は厨房で一日フライパン振ってるだけ。それでいつか親父みたいに倒れて。なあ、そんな毎日に何の意味があるんだ。でもあんた料理ができて歌も歌えるんだろ。すごいじゃないか。ああ、そうだ。歌を歌ってる間は俺は俺でいられたけど、今の俺の何がすごいってんだよ。お前なんだって絡んでくる。俺はただの料理人だ。付き合ったところで何の得もないはずだろ。それならあんたは損か得かで友達選んでるってのかよ。だってあいつらもそうだった。凡人になった俺から離れてった。なのに今日あの女から手紙が来たんだ。なんて書いてあったんだ。笑えよ。読むのが怖いんだ。ズブズブ。美味しいジュースが飲みたいか。おい、羊を丸ごと潰せば羊ジュースだ。トッピングに要望だ。うわ、ダメだ。話にならねえ。そのジュースにだけはなりたくねえ。まだまだ遠いな。おい、え、うん、その声、その文字上げ、ん、わかんねえ。やっぱどっかで、ん、わかんねえ。あんたもピアノ弾きもだいぶ信頼を集めているみたいだね。本来ならとっくに死んでそうな羊たちもここまで生き延びている。たまに襲いかかってくる羊がいるだろ。あいつらは一体何だ。ああ、そういう羊も増えてきたね。正気を失ってしまったのさ。考えるのをやめたらあとは死ぬだけ。もう自由は手に入らない。彼らはもう現実世界に存在してない。マジかよ。第9問です。正直恋人の浮気を疑ったことがありますか。うん、あんたはそっちを選ぶんだ。なるほどね。そうそう、今夜の試練はここで中間地点だ。ここから先は本当の実力者しか生き残れない。試練も少しずつ長くなる。だけど時間はないよ。クソ、だったら急げよ。今晩中にここを抜けてやる。オーケー、次へ案内しよう。長い階段が続くこのエリアは時間との戦いになる。道具をうまく使って足場が崩れる前に扉までたどり着こう。はあ、浮気もしてない、遊んでもない。それどころか好きな相手だって。おまけに悪夢かよ。やってらんねえな。ん？すごい登りっぷりでしたね。ヴィンセントさんの諦めない気持ち本当に尊敬します。こんなダメ男褒めても何も出ないぜ。ヴィンセントさんはダメじゃないです。絶対に記憶がなくて何もわからなかった自分にヴィンセントさんは居場所をくれました。ピアノがうまく弾けない時もここで落ち込んだ時も全力で励ましてくれた。ヴィンセントさんは優しいし、
ちゃんと心を見てくれるすごい人です。短い間だったけど、ヴィンセントさんからはいっぱい大事なものをもらったんですよ。リン、だからどうした。今ちょっと頭が。大丈夫か。風邪ってやつでしょうか。シャワーが冷たかったから。あんまり無理するなよ。ピアノを弾いてるうちにどんどんイメージが湧いてきて、もう少しで大事な何かを思い出せそうな気がするんです。本当か。あとはちょっとしたきっかけがあれば、自分が誰とか、なんでここにいるのとか、もし記憶が戻ってもできればヴィンセントさんと。おいおい、まだあんのかよ。腰割れちゃうっての。よかった、あんたも無事に登ってこれたんだ。それがさ、自然と手が動いちまうんだ。こんなのどこで身につけたんだか。やあ、君か。この上、あれの気配だぜ。俺の場合、母さんだからね。よーく感じるよ。もう、疲れた。逃げ続ける生活にもさ。おい。母さんの手はね、いつも冷たいんだ。だから、いつも寒かった。服も着せてくれなかったしさ。あの地獄を引きずって生きるより、ここで死んだ方が楽かな。バカねえよ。お前何なんだよ。何も知らねえくせに。俺なんか生きてたって害ばっかだよ。女たちも本部長もみんな傷つけて、俺は普通に生きたいだけなんだよ。生きたいんじゃねえか。登る、必死で登るよ。お互い生きてたらまた会おうぜ。私には昔友達がいたんだ。それこそ金の価値がよく分かっていない自分で楽しかったよ。両親や使用人と違って飾らず接してくれて。でもね、彼は変わってしまった。金の価値を知るようになってからね。それからは同じことの繰り返しさ。でもね、結局いつも壁ができていたのは私自身のせいなんだ。仲良くなりそうになったらわざと正体を自分から触れ回ったりしてね。私は君たちと友達になりたかったんだ。こんだけ本音をぶつけ合ってんだ。もう友達だろ。ありがとう。こんな素直に言えたのは久しぶりだ。では君も感じるか。例のあれがそろそろのようだ。僕の場合はね、僕自身が出るのさ。目も耳も鼻も口も穴が開いた何もない人形の僕だよ。それは追っても来ないんだ。何もしないできない僕の姿さ。あれを見せられるぐらいなら落ちて死んだ方がマシさ。そんなこと。ともかく技を考えよう。どうだ、少し情報交換していかないか。悪い、急ぐんだ。あんたらも頑張れよ。どうも。この人からいくつか技を聞きましたが、性格が出るんですかね。斬新ではないが堅実で有用なものばかり。トップに立つ人間に多い傾向です。ならば実務も勉強も無駄ではなかったということかな。人の役に立つというのはやはりいいもんだな。よう。メジャーデビューを目標にしたのはただの打算だった。何やってもパッとしない俺でももしかしたら有名になれるかもって。でも運よくトントン拍子に話が進んじまって、いよいよって時俺はおじけづいたんだ。そっか。しかもその時ちょうど親父が倒れたんだ。うち小さなレストランなんだけど、ほとんど親父だけでやってたからすぐに首が回らなくなって潰れて、その時なんて思ったと思う。ラッキーだぜ、金に困ったっていう最高の言い訳でこのしんどいとこから抜け出せるって。そのまま俺は
相棒と女の精子を振り切って音楽をやめた。逃げたんだ。音楽で食っていく覚悟なんてできちゃいなかったんだ。ソフィ、この上出るみてえだ。俺もここまでかね。でかいのか。ああ、俺の場合は妻ソフィーだよ。俺が殺したようなもんだからな。俺を恨んでて当然さ。ソフィーに殺されんなら仕方ねえな。諦めるのか。ああ、そうか。どこかで会ったと思ってたが、バーの兄ちゃんなのかい。そこまで知られてちゃ気張るしかねえな。よし、ソフィーに話しつけてくるぜ。くそ、おい、あんただろ。くそ、なぜ急にいなくなった。どこへ行ったんだ。おい、うるさい、聞こえてる。悪い。そうだな、毎晩こんなとこでわけわかんない怪物に追い回されてちゃ。行けよ、今夜もそろそろでかい奴がお出ましの頃合いだ。あんた、ここに来て油断してない？覚えているかい？世界に大きな変化が訪れると言っていたこと。そんなの、なんで急に？その時が近いのさ。可能性への第10問です。重要な決断を下すとき、最後に信じるものは何ですか？そっちだね。 OK、 記録したよ。忠告しよう。この先あんた次第で運命は大きく変わる。特に鍵となるのはあのピアノ弾きだ。リンガ、一体何の話だ。あんたの真の価値観が問われる時が来るのさ。もちろん選択肢は無限じゃない。全て今までのあんたの行いの積み重ねなんだ。下される結論の先に待つのはどんな試練だろうね。わかるよ、不確かな未来に進むのは不安だよね。次に現れるのはそんなあんたの不安そのものだ。いよいよ今夜の最終エリアだ。敵が仕掛ける罠の動きを冷静に見極めよう。よし、とっとと登って一気にゴールだ。何？うわ、んだよあれ。パパじゃねえ、明らかにパパじゃねえよ。よし、ここを開けりゃ勝利の朝だ。うわ、ここでスパートかよ。やべやべやべ、勝負だけは勝つぞ。なんとか見ろ、今夜も俺の勝ちだ。くしゃー。残念だけど、思い出を見せてあげるのは今日で最後だ。見せるべきものは一通り見せたからね。ラストはあんたたちが初めて結ばれた日の続きさ。飲みすぎか。なんつうか、その、昨夜はごめん。謝らなくていいでしょ、お互い大人なんだし。これからどうする？簡単な朝ごはんなら。あのさ、キャサリン、俺と
付き合ってくれ。ダメかな。浅い。大切にしていたものは思い出せたかい？最初は哀れな子羊が後悔を抱いたまま死ぬ姿を楽しもうと思っていただけだったけど、予想外の成果だ。あんた本当に面白いよ。これまでのあんたが歩んだ軌跡は確実にこの先につながっている。これを単なる過去で終わらせるかどうか、それは自由だ。なんで君はここに…つか、このアリは…な…ちょっとこれ！ねえ、このケーキ何なの？誰かにもらったもの？アリってこんなにすぐたかったっけ？それ確か前にキャサリンが持ってきてくれたケーキだよな。あ、俺、甘党だからさ。そうなんだ。私も。それより、なんでいんの？やだ、忘れたの？元気になったっていうから急いで来たんじゃん。え、そうだったっけ？つかマジで、なんか俺記憶が。もう、いっつもそんなこと言って。安心していいよ。ちゃんと元気だったから。あ、そうだ。今日はそれどころじゃ。今度は何？ほら、こないだ話してたホラー映画、今週で終わっちゃうんだって。ホラー映画？絶対見逃したくないの。分かったよ、それ明日でいいだろ。とにかく今日は大事な用事やっから。わー、やったー。ねえねえ、デートは初めてじゃない？どうなってんだよ、たく。あのさ、聞きたいことあんだけど。何のことかわかんだろ。え？なんか俺に言うことない？言うこと？何の話してんの？どうしても聞かなきゃいけないことがあんだよ。ちょっと何よ。いいから聞けって。実はある話を小耳に挟んだんだけど。ある話？そっちの知り合いからの話だよ。知り合いって誰よ？スティーブって男、知ってんだろ？スティーブ？ああ。スティーブなんて知らないけど。いや、知ってんだろ。ううん。そんな一人も？だから知らないって言ってんでしょ。一人くらいいるはずだろ。スティーブなんて珍しい名前じゃ。あ、そうだ、昨日会ったっけ。昨日？友達の子供が確かスティーブだったっけな。子供？何歳くらいのやつだ。いや、確か2ヶ月くらい。生まれたばっかだし。違う、そいつじゃないな。他にいるはずだろ。え、そりゃ調べればいるかもだけど。調べなきゃ出てこないような名前ってことなの？まあ、そうね。
ねえ、何なの？いや、はっきり言ってよ。スティーブって誰の話よ。あんたの知り合い？一体何が言いたいわけ？いや、知らないんだったらもういいんだ。つうか、本当の本当に知らないんだよね。なんでそんなしつこく聞くわけ？知らないっつってんでしょ？ごめん、なんでもないんだ。はあ？なんだ、どういうことだよ。まさかまたキャサリン違いなのか？でも他に誰も思い当たらねえよ。キャサリンが浮気してなかったら安心したけど、まずいな。いっそ正直に、いや、それじゃあ彼女より変な電話男の方を信じたみたいになるよな。なんて、いや、分かってもらえんだ。ああ、いや、知らなくてよかったっていうか、会社にさ、君を知ってるかもって人がいて、めんどくさい人なんだよ。よかった。はあ？ねえ、最近あんた変だよ。顔色は悪いし、何言ってるか分かんない時あるし。いや、ちょっと自分でも分かんないことが多くてさ、ほら、なんつうか、これから先のこととか。え、分かんないって何が分かんないの？え、いや、これから先が分かんないってどういう意味？違うって、仕事が不安なだけだよ。まだ新しい職場だしさ、取引先とうまくいってなくて、それで参ってんだよ。ねえ、最近変なメールが来るの。え、メールって、どんな？よくわかんないの。意味不明でさ、君が悪い。それ、どんな、なんて書いて。いいよ、大したことじゃないし、言いたくない。いや、でもさ、あのさ、私に隠してることないよね？え、やべえ、不安にさせちまってる。しかも変なメールが来るとか言ってるし、今はキャサリンを安心させてやんねえと。隠してることなんて何もねえって。そっち、これから仕事でしょ。私も今からだから先出るね。え、あ、また連絡する。どっちのキャサリンかだと、どういう意味だ？とにかくあんたのこと知ってる知り合いは誰もいなかったっていうか。キャサリンに話したのか？ああ、話したよ。別れるために手っ取り早いだろ。だが、いなかったとはどういう意味だ？こっちが知りたいよ。だから連絡したんだ。なあ、あんたの言うキャサリンの特徴を教えてくれないか？外見とか、そういう。悪いけど人違いだ。何？キャサリンって若い子は確かに知ってる。でも別人だ。ね、ごまかそうったって。彼女は白人なんだ。嘘だ。だって彼女の口から確かにお前の話を。知らないけど、とにかく人違いだ。別にあんたを責める気はないけど、もう関わらないでくれ。どういうことだ？なら俺のキャサリンはどこに？知らねえよ。彼女だけが支えなんだ。妻とももう離婚の協議に入ってる。突然現れてこんな急に。いや、あの悪いけど、頭がおかしくなりそうだ。またあれに襲われる。おかしくなりそうなのはこっちなんだよ。もう連絡はしないから、あんたもこれっきりにしてくれよ。待て、切るな。話はまだ。なんなんだよ、
こいつ。なんだ、まさか。おい、レイ、いるのか。大丈夫か。大丈夫か。なんともないです。あの、君って男の子だったの。はい、そうですよ。少し前からお風呂の調子が。おい待てよ、リンが男って嘘だろ。俺すっかり女だと思ってリンのことで、いや別に好きになったってわけじゃ。そもそも男なのにこの見た目って反則だろ。あんな格好してたら気づくわけねえ。実はさっきので全部思い出し、あの、大丈夫ですか。やめろってそういうの。ごめんなさい。いや違う。やっぱ傷つけたよな、はあ、結局俺は凛のこと何も分かってなかったんだな。いや、落ち込んでる場合じゃねえ。早く謝らねえと。キャサリン。リンセント、どうしてそこに。いや、そのちょっとした問題があってさ。君こそどうしたんだ。ああ、うん、少し話したいことあって。時間いい。いや、それが今じゃなきゃダメか。まあそうかな。出ないの？今キャサリンの話聞いてた。その間にリンがどっか行っちまうよな。あのキャサリンの顔はどうでもいい話なんかじゃないだろう。だからって目の前であの子の電話に出るわけにもいかないし。ごめんキャサリン、どうしても急ぎの用があって。本当ごめん。話なら後で絶対に聞くから。そう、急ぎじゃ仕方ないわよね。私の方こそ無理言ってごめん。こっちは大した話じゃないから気にしないで。早く行ってらっしゃい。ああ、オンに切るよ。